おはようございます。おはようございます。北海道ファンマガジンでございます。イエイ。サクルリオのお二人、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、何やら何やらリオさんが、はあ、リオさんが二十歳のお誕生日を迎えます。そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。イエー。バス旅した時はね、まだお酒飲めないなんて言ってましたけども、やっと飲めるようになりましたね。飲みました。飲みましたよ。飲みました。一番最初何行きました？一番最初、うん、一番最初はあのね、普通にホロウェイから始めた。わあ、可愛く優しいやつからね。今後ね、こうやってクルリオの二人でファンマガに出る時も、うん、ちょっとまだクルはね、あと2年ぐらいありますけれどもね、まあビールとかお酒もね、ちょっともうリオがね、飲めるわけですよ。大変そうだね。夜のね、ホテルとか大変そうだね。絡まれるよ。ただでさえうるさい。ただでさえ。やだな。ただでさえうるさい。ファンマガジンからもですね、うん、ちょっとお祝いをしたいなと思っておりまして。何何、うん、嬉しい。やっぱり北海道ファンマガジンですから、うんうん、ちょっとやっぱ北海道らしいもの、そして二十歳になったぞらしいものをですね、ちょっと今回ご用意させていただきました。何何？北海道限定商品でございます。ほう。樽です。樽ビールクラッカー、何これ。そう、今ね、あの札幌ビールがですね、ビールクラッカーという北海道限定でこの樽に入ったね、中身が分かんないんですよ。何なのか分かんないんだ。中身が分かんない。だからクラッカーだから、うん、お菓子じゃない、なんかお菓子系のものが入ってるんだと思うんだけど、505キロカロリー。はい。どうぞどうぞどうぞ。さすがパワフル。かわいいよね、でもね。あ、ビスケット的な。あ、なんかいろんな種類の入ってる。すごい。わ、美味しそうな豆みたいなやつ。出ません。せーので。せーの。あ、やめとこやめとこ。え、美味しそうじゃない。いろんなのあるね。あ、いい匂いする。ね。いい匂いする。どうだ。いい香り。これはあれですよね、うん、みんながよく知ってる、うん、クラッカーだね。これは一体なんだ。ごま入ってる、ね、その2種類だね、うん、お酒入ってるのかな。どうなんだろう。おお、どうですか、お酒の感じする。うん、全然、うん、ピーナッツ。ピーナッツ、あれもう普通のお菓子なんだね。うん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 、うまっ。なんかよくね、あのチョコレートとかさ、うん、なんかウイスキーが入ってたりとか、うん、そういうなんかね、アルコール入ってたりみたいなあるけど、入ってない。入ってない。入ってないね。書いてない。じゃあもう、じゃあ、うん、本当にその札幌ビールの樽をモチーフにしたやつに、うんうん、まあおつまみだろうね、お酒のね、ビールのおつまみに使ってくださいってことなんだろうね。え、お酒入ってないからもう来るもいいよ、いいんじゃない？食べて、うん、食べちゃい食べちゃい。なんかずっとお菓子だから、うん。おいしい、おいしい。なんかさ、永遠に食べれるよね。テレビとか見ながらさ、ずっとこれで食べてる。いや、いいじゃん。それ今日、じゃあ今日の夜リオ、これお酒ちょっと飲みながら一人で行って、しっぽり、ね、一人で行って。悲しいんだけど。ちょっとほら、来るにもなんかね、うんうん、あるかなと思ったから、ほら、おー、夕張メロン。やったー。なんか絞りらしいよ。イエーイ。が出てきた。これにちょっとさ、開けます。うん、開けて。開きました。うお。なんか普通の夕張メロンの飲み物じゃなくて、なんか絞りらしいよ。え、めっちゃメロン。めっちゃメロン。あ、すごい。めっちゃメロン。めっちゃメロン。あれかな、果肉とか入ってる。うわ、すごい。あ、もうモロメロンじゃない？うん。もう伝わってこの匂い。え、モロ夕張メロンって感じ。全部入れちゃっていいですか？うん、いいよいいよ。すげえ。おおおお。え、めっちゃメロンじゃない？もう本当に夕張メロン絞りましたみたいな。え、だって、うん、だってなんかさ、うん、綺麗ではないから。わかる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 。ジャズみたいな。そうそうそう、はい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 。かわいい。メロン、メロン。あの、普通にメロン食べるじゃん、うん、あの食べた時に出てくる汁を飲んでる感じ、うん、あ、本当。いいね、そのまま。濃厚。うん、それね、うん、結構するのよ。300円ぐらいするから。これ1個。うん、それで。これだけだよ。うん、300円ぐらいする。
え、でもそれくらい本当にこれくらいね、だから本当に濃厚なんだね。あ、本当になんかそのまま汁じゃないメロンの。なんか今さ、ヨーグルトって見えたから、なんかちょっとヨーグルトの味もする。あ、そうなんだ。結構ちょっとじゃあまろやかにしてんだ、ヨーグルトでね。美味しい。でもこれね、うん、このお菓子ね、600円ぐらいする。やば、食べ頃が飲み頃です。食べ頃が飲み頃です。結構入ってるからな。でもなんかお土産いいよね、うん、そのビール、札幌ビールも、うん、それ置いとけるし、うん、食べた後もなんか入れられたりするし、いい感じ。夕張メロンはまたね、うん、いいよね。なんかインパクトある。インパクトあるよね、うん、なんかなかなかメロンゴロッとは買っていけないけどさ、夕張メロンも高いし、高い。でもこういうなんか飲み物だったらね、うん、お土産としてもいいかもしれないね。気に入ったの。ああ、美味しかった。よかったよかった。さあ、ということで、まあ、今回ね、ちょっとリオがね、二十歳お誕生日ということで、まあ、これからね、札幌ビールもたくさん飲むでしょうし、おー、言えたね、樽ごと樽ごとね、樽ごと飲んでいくでしょうし、あとね、北海道に遊びに来た時にはね、こういう地元の、ね、限定商品たくさん売ってますので、うん、ぜひお土産にいかがでしょうかと、いかがでしょうかということでございます。はい、以上以上ファンマガジンでございました。バイバーイ。